とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アイテムが300個、なりました。古代狩りやっていきまーす。最初は 86%、1.7 人。これでもなかなか出ないんだよね、最近。運が悪いのかな。まあ、とりあえず、3周、目指してやっていきまーす。ああ、ここか。ここは、あれだもんね。坊主がエンターテイナーだから、そこまで欲しいやつではないかな。さあ、何を出してくれるんだい？嘘！ちょっと待って！変更だった。変更だった、危ねえ。ああ、まあまあ、誕生終焉。248が出ました。どうだろうね。あれが強いかすらわかんないけどね。一周目、いい感じだね。いい感じに古代人が出てきてくれる。まあ、それもそのはずだよね。チェストの数が12なんで、12の時は結構出るわ。ああ、これはいい。ああ、またか！変更！ちょっと待って。ここ。あぶねえ。変更の敵多いや。もう、破滅。破滅はいらないな。おお、一発目から。一周目から3体出た。で、しかもまだね、ダンジョン二つ目だから、まだ出る可能性あるよ、これ。おお、いいぞ、今日。クロストワーデンか。ヘイ！あー、そのまま。外れでーす。嘘！また来た。しかもさっきの、洞窟のすぐ横のところにあった。これ、4回目でしょ？ 5 体、6体出るんじゃない？いや、全然あり得る。あ、そっか、変更だった。よし。エンターテイナーいらない。エンターテイナーか。バフ効果がね、延長されるってちょっと微妙なんだよな。出た！また来たぞ。あ、でも、海だったらもう一個のところの方が嬉しかったな。やばい、死ぬ。待って、イカが来た。まあ、どうかな。あー、死んじゃってるやん。道具よりもね、いや、まあ。これもね、まだ最高のやつは手に入れてないんで、最高のイカだったらめちゃくちゃいい。いや、嘘でしょ。また出たぞ。5体目？あ、違う、6体目だわ。6体目？いや、わかんない。けど、もう、とにかく出てるわ。すごいな、今日。どうした？ちょっと待って、無敵逃げよう。ちょっと無敵は逃げちゃって。あー、来た。オッケー。あ、ちょ、待って。帯電だったわ。だから、HP 回復しないと、無理だから、これで、うわぁ！ちょっと待て。よし。もう最悪ちょっと、影かし逃げよう。おー、しゃべー！あぶねえ！ギリギリだった。やっぱ無敵強いな。無敵は強い。一周目おしまーい。かなりいい感じ。6体だったね。6体出てきた。で、珍しいことに、外れの洞窟が、1個もなかった。ゼロよ、外れ洞窟が。こんなことね、初めてかもしんない。で、反逆者。雷フォーカス、エナジーで、帯電。一番右がさ、まあ、いらない。いいや。爆縮いらない、ハプーンいらない。次。エコーもね、手数が早い武器には必要ないからね。いりません。狩人。
いりませんね。呪いはいらない。守護者。クールダウンついてる。あー、なるほどね。クールダウンがついてる、高火力の弓っていいと思うんだけども、守護者は2番目だよね、強いのは。力の弓の方が確か強かったから、いらないな。はい。2周目いこう。2周目もいい感じだよ。見て、12個。で、しかも、1回ハズレを引いてるんで、多分、あと1回かな、ハズレの洞窟は。あとは全部古代人だと思うんだよね。これ来るよ、今日は。わー、これ死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。だよね。だよね。変更のやつが今日めちゃくちゃ出るな。どうした?本当にさ。変更のやつ今日めちゃくちゃ出る。待て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 、死ぬ、また!また!また!ちょっと待て。もう死にたくないぞ。ジャンプしないでいこう。あ、まあ、ジャンプしてもいいんだ。ジャンプしてもいいけど、場所を考えろ。ちょっと。雷もうちょっと出て。やばい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 。やばい。なんかそう、地雷もさ、変な風に出るから、やりにくいんだ。うん、外れだし。いいねー。いいよ、ほんとに。ここは、何が狙えたっけ?なんかあったよね。まあまあ、全然、OK。変更じゃないから。変更の敵が出てきたら、ちょっと、注意して戦おう。もう死ぬわけにはいかないからね。よし!よーし!いいぞ、2周目もめちゃくちゃいい。あ、死ぬわけにはいかない。死ぬわけにはいかないんだ、俺。わけにはいかないから、よっしゃ倒した。あ、ハズレね、イカ防具です。おい、来た。無敵か。どうしようかな。あとね、2回死んだら終わりなんだよね。まあちょっと、そうね、考えよう。そうだな。一回、あれになっとこう。影化しとこう。ね。で、これで、今だ!よっしゃ!いった!いった!バブルで、ついでに倒す感じで、行きました。よっしゃ、作戦成功!いい感じで2周目も終わり!今回めちゃくちゃいいぞ。これ3回目も、またね、4体とか出てくれれば、すごい嬉しい。で、さらにここで、いい装備が出てきたら、もっといい。いや、ノーマル品しか出てこないぞ。ノーマルばっかりやぞ。いらないなぁ。このね、気づかれてない敵に対しての追加ダメージ。もうちょっとダメージが上がっていいと思うんだよな。40% ぐらいでしょ?ダメージアップって。それよりも 100% ぐらい上がっても悪くないと思うスキルなんだけどね。ちょっと低めだね。月のダガー2つ?まあもちろんいらないか。使わないね。はい。3周目、行くぞ!3周目、まさかのゼロ。いつも通りに戻ってるよ。やめてくれ、ゼロは。オートクロスボウ、いりません。いらない。最後なんかいいの出てほしいな。次。武器はね、今は、そんなに必要ないんだよね。武器は特にいっぱい持ってるし。いらないなぁ。キツネ。蜂が出て、
ガード、うん、いやいや、ダメだね。次。ないね。アズルシーカー、スライサー、ともによろしくないです。はい。まあまあ、一周目、二周目がね、結構いっぱい出てくれたんで、全部で、10個か。おお、すごいね。2周で10個ってなかなかないからね。まあ見ていきましょう。プレートアーマー。まあ、ノーマル品はまあ基本いらないとしましょう。イカもいらない。バトルスタッフももちろんいらない。ちょっと待って。ユニーク3個じゃん。まあいいや。グレートハンマー。雪。うん、雪でしょ。で、エンターテイナー。ああ、いりません。スノーアーマーもちろんいらない。まあ、武器から見ていこうか。誕生終焉。旋風の2か。やっぱ3が欲しいんだよね。で、下は、よろしくないでしょう。うん。よろしくない。売ります。破滅。痛みサイクルついてるとちょっとダメだね。痛みがついてると、ダメージが増えすぎてどうも嫌いなんだよね。やめときます。さあ、問題のイカです。どうだ？ああ。良くない。良くないな。やっぱクールダウンは一つ欲しいんだ。クールダウン一つ欲しい。ということで売ります。10個とも全部ダメでした。でもまあ、いい流れが来てるかもしれませんね。古代人はいっぱい出てきてくれたんで。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。